ゆっくりの、怖い話。今日自分の身に起こった不思議な出来事。2000年、2チャンネル、オカルトいた。そこに地震に起きた不思議なことを書き込むものが現れた。今日自分の身に起こった不思議な出来事。今日、昼に JR 鎌倉駅のキヨスクの前で財布から1000円を取り出してタバコとライターを買おうと思ったんですが、一瞬1000円がなんか変な感じがしてしばらく1000円を見つめていたんです。そしたら夏目漱石の目がキョロキョロ左右に動くんで驚いて、さらに見ていたらその口を開いて、六本像、と子供のような高い声で喋るのです。思わず1000円を地面に投げてしまいました。確かに口を開いて話しました。口は平面でなく、その時だけ口の形にくぼみになり、ちゃんと口の中まで見えました。しかし、六本像、って何のことでしょうか。六本像、にお心当たりのある方教えてください。これはあまり触れない方が良さそうな人でしょうか。病院行け。まず病院だ。そして次に2チャンネル来るときは電波板に行け。ひどいです。自分は真面目に書いているつもりです。ネタではないようです。本当に見たことをそのまま書いて、疑問をそのまま掲示板にぶつけてみました。それなのに悪口を言うのはとってもいけませんと思います。自分はごく普通の会社員です。病院、多分精神の、に行かなければならない兆候など全くありません。もし病院、多分精神の、に行かなくてはならないような人間と分かっていたなら、スレッドにあるような現象を見たとき、それは自分の心のせいだと解釈できると思います。もしかしてハンドルネームが、クリちゃん2号、なんてふざけて見えるのが悪いのでしょうか。実は2号というのは自分がクリタケの次男なので2号なのです。兄は、クリちゃん1号、です。父はただ単純に、クリちゃん、です。この話は本当に起こったことです。あなたも鎌倉駅に行って調査してみてください。必ず何か不思議なことがあるはずです。お札の印刷が笑うなんて、そんなことはもちろん気味の悪いことですが、確かにあったのです。頭ごなしに否定するのはいかがなものかと思われます。2チャンネル初期に現れたヤバい人、こんなのオカルト板の人たちにどうにかできるものではないでしょう。2、3ひどいです。自分は真面目に書いているつもりです。名前がふざけてる。帰ってよし。スレッドにあるような現象を見たとき、それは自分の心のせいだと解釈できると思います。自分では言っちゃってるのがわからないもんです。まだ当直の医者はいますよ。とにかく一度相談するのがよろしいかと。その後に続きをしましょう。霊的な現象と同じく精神の病だって計測できないし、実証が難しいですよね。霊魂否定派の方はなぜ他人の精神病を勝手に認定して、いつに行って収まりの悪い気分にならないのですか。変な、まだ当直の医者はいますよ、とか小学生のような感じで囃し立てて、自分が恥ずかしくないのですか。本当に見たものは見たのです。あなたが見ていないだけです。あなたが見たら、あなたが見たことになるので、わかると思います。そうすればわかるのではないでしょうか。もっと不思議に世界があります。頭を柔らかくして心を開けばいいと思いますよ。そうすれば意固地な意見もなくなって、2チャンネルも一挙両得です。何言ってんだこいつ。本当にお医者さんの出番だと思います。ネタ、天然さん、でも匂いがプンプンするから。自分はネタでも天然でもありません。正常な人間です。匂いって何のことですか。バカにしているのですか。どうして見ず知らずの人間を頭ごなしにバカにするのかわかりません。あなたには礼儀というものがありませんか。いつも普段からの行いがそのような態度なのでしょうか。顔が見えないので平気で悪口を書くのはゴミを平気で道路に捨てる人と同じく卑怯ものです。考え直してください。正しい人間になってください。お願いします。とりあえず、診断受けてこいって、別に否定するわけちゃうし、まず、君の精神状況を医学的に判断をしてから、それでも謎なら話に乗りましょって言うてるんよ。何でも頭ごなしにこれは霊現象だ、って言うてるところが痛いにあって。診断とはひどいことを言いますね。完全に違いと決めつけられました。それならあなたも違いと私が認定します。どうですか。気分のいいものではないでしょう。それをあなたは平気で他人にしているのです。他人の痛みがわからないのですね。かわいそうなことです。そんな心の方は将来いつか後悔することになるでしょう。それは自分の蒔いた種です。自分で責任を取るしかありません。おかわいそうに。かわいそうな人にかわいそう認定される住人。皆さん、兄がとんだ迷惑をおかけして、どうもすみません。時々、別の世界へ行ってしまう癖がありまして、すべてネタなんて、もう気にしないでください。それから、兄ちゃん、あれほど、病院から出たらいけないって言ってるでしょ。早く先生のところに帰りましょう。うちは兄弟は二人だけです。出たら目をかかないでください。いたずらはやめましょう、皆さん。その後も住人たちは結構真面目に相手をしていました。いろんな方面から考えてみようなど提案しますが、クリちゃんは返答しなくなります。いやいや、君、ここのレス見ただけでかなりいい波長の電波出してるよ。ぜひとも電波板に遊びに来てほしい。キチガイは自分のことをキチガイだと思わないものだよ。六本像のことですか。あの辺りの寺院にあると思いますよ。検索しても全然引っかからなかったよ。六本像および六本像。私もこの文字で検索しましたが、ヒットしませんでした。33は何を示したかったのでしょうか。ここでクリちゃんがまた現れ、妙なことを書き始めます。すみませんが、一番上の発言以外自分の啓示ではないです。またハンドルは適当につけたもので、兄などおりません。勝手なことを書かないでいただきたいです。メールのところに変なことが書いてあるのですが、一体何なのでしょうか。六本像というものがあるのですか。それを調べてみます。ありがしゅうございます、33様。それから私の精神状態について言及なさっておりますが、至って正常な状態でした。ここは否定的な意見の方が多いようですね。否定的な意見の大勢の方がオカルト板をチェックしているというのも変な話です。鎌倉には馬鹿されたような話も多いと聞き及びます。六本像というものが何か詳しくご存知の方をお教えください。
文体が変わりましたが、オカルトを否定することをおかしく言うあたり、本質は変わらないような気がします。鎌倉には化かされたような話も多いと聞き及びます。うちの親は鎌倉に住んでいましたが、それ系の話は聞いたこともないと言っていますよ。っていうか、オカルト板でこういうこと言うのもなんだけど、ただの幻覚や神経症か何かと考えた方が自然なくらいなのに、本人にその自覚がなくて、ただの妄想や幻覚に大げさな意味をつけたがるやつとか、そんなやつばかり多いって気がするよ。この人はさらに長文で、一レスにこんなに書き込まれても読めませんよ。3行までにしてください。そうきたか、そんなんじゃ進歩ないわ、この人。先ほどまでと同一人物扱いされてますね。いや、もしかするとスレを立てた後ここに書き込んだ記憶が飛んでるのかもしれん。しかしまあ、真面目な話、クリちゃん明らかにあれだし、父は悪くとも病院行きを進める人が一番誠実だと思うぞ。5-9-12-14は自分の書き込みではありません。他の人が面白半分に書いたものと思われます。ただ一つ正解なのは名字が栗田ということだけですか。病院行きと言われましてもね、確かに偽栗ちゃんの書き込み見ていると変な感じですが、ただそういう不思議なことがあったというだけの話ですから、でもあまりにもリアルでしたので、その言葉に何か意味でもあるのかと思ったわけです。だいぶ冷静な書き込みになりましたね。あなたがもっと活発に書き越しないからこんな紛らわしいことになるんだ。すべて自作自演だろ、それ。なんかくだらなすぎ、クリちゃんにゴートやらはかわいそうに、っていうかここの人たちってバカな人たちばっかり、かなりの、ここのじゃなく、他のところでもそうだけど、ここで言うことないけど、ほんとバカばっかり、しょうがないか。でも、ここで私の文句垂れてもここには二度と来ませんので、ご自由に文句垂れまくってしね。2チャンネル全体がバカばっかりという当たり前のことを言って消える住人。57、ぶり、脱粉。安すぎる挑発をする住人、そんな挑発で釣れるわけないじゃないですか。やると思ったよ。見事に釣れました。そういうの、本当にくだらないね。ここの人たちは、言うだけ無駄か、非科学的なことばかり信じてないで、現実にも目を向けろよ。こんなところに来て、書き込んでる時点で君も同類。ジョンジョロリン、本領。うん、まあここの人たちがくだらないのは真実ですけどね。キオスクでプリッツを買えという暗示ではないでしょうか。最近プリッツは増量したそうですが、平均6本増えているとのことです。それを、6本増、と言っているのですよ。なかなか秀逸じゃないの。61の人大好き。今からプリッツ買いに行きます。6本増。もうプリッツのことでいいでしょうかね。本人が出てこないとダメだ。偽クリちゃん2号さん、名乗り出てくれ。あんたの嵐方に惚れたぜ。頼む、ガバとヒレフス、俺を弟子にしてくれ。俺もあんたみてえな、凄腕の嵐になりてえんだ。などとやってるとまたクリちゃんが現れます。しかも文体的に序盤の方のクリちゃんです。なんか他のところでパロディにされてしまいました。どうぞ、その他の抽象の方もそちらの方へ移動してください。あっちは面白いですよ。どうぞどうぞ、こっちは真面目に鎌倉について何か、六本像、と符号が合うものを探していただける方を募集します。私は昼のうち酒も飲んでもいませんのに、幻覚幻聴の聞こえるようなやわな精神の人間ではありません。明晰な状態でそうなったので驚いたのでありまして、私の質問の内容はそれが本当か本当でないのかと問うているのではなく、言葉の意味が何なのかということなのです。その辺を勘違いなさらないように、変なおふざけはごめんこうむります。ただでさえこの掲示板は11時を過ぎると表示に大変時間がかかります。無駄な冗談で掲示を重くしないでいただきたいと思います。もっと有意義な場にしていきたいと思いませんか。無関係の人は直ちに考えを改めていただけるようお願いいたします。ちなみにどこら辺が序盤のクリちゃんの文体かという特等点の打ち方です。句点をほぼ打たず、最後だけつけることがあるという特徴があります。それに対して序盤のを偽物扱いした方は普通に句点を使っています。そしてこの直後本物を名乗るクリちゃんも現れます。また他人のハンドルネームで勝手なことを書いてますね。91は自分の刑事ではありません。他人にとやかく言うようなことはいたしませんから、もう、ここでは真面目な質問は期待できませんね。もう自分は下りますから、この刑事はなかったことにしてください。削除依頼という項目があったので、そちらの方でお願いしておきます。もう二度と参りませんので、削除されなくてもここで私の名前を見ても偽物ですから、そのつもりで扱ってください。それでは2000年6月13日火曜日、栗玉こと、大磯在住。だそうです。ちなみに最初の書き込みは、句点を一切使っていないので、自称本物の方が偽物です。わかりづらいですね。ええ、そうです。なんか早速あちこちコピペされてて嬉しい。しかし、六本像、でいい響き。有効語対象は狙えねえか、六本像。いいね、なんとか流行らせたいね。他の板にも、六本像、広めるぞ。六本上げ。もはや誰も栗ちゃんのこととか一切気にしていませんね。それどころか六本像という響きだけが彼らに響いたようです。六本像純情派って打たなかったかな。ちょっと待て、日本語だという確証はないぞ。六本像ってよし、とかが流行るのかな。あの人、私のこと好きみたい、六本像ってんじゃねえよ、って感じに使うのか。今 NHK で、六本像の謎を究明しています。こうしてこの時期、一部で六本像が流行ったとか流行らなかったとか。皆さんは勝手にあちこちで関係なく、六本像などと書き込むのはやめてください。本当に失礼な人たちだと思います。忘れた頃にやってきました。
多分若い10代の人ばかりの仕業だと思います。顔が見えないのをいいことに言いたい放題のバリ雑言はネチケットに違反します。それは法律ではありませんが最低限守ってください。自分を律することでまた自分も気持ちよく過ごせる通信の環境を作る心構えです。他人をやり玉に上げて残るのは虚しさばかりではありませんか。そこには何も有意義なことはありません。鎌倉のスレッドで書いた人、あちらこちらで無関係に、六本像、と生やし立てる人、あなた方は卑怯者であり勇気のない人たちです。内心きっと悲しい心を抱えていることと思います。もう自分に関係しないでください。六本像、の関係のことを書き込まないでください。自分ももうやめます。これに対して住人たちは、ごめんね、そんなに気に病んでたとは知らなかったんだ。僕は、あちらこちらで無関係に、六本像、と生やし立てる人、の一人だけど、悪意があってしたんじゃないよ。長いのでカット。多分若い10代の人ばかりの仕業だと思います。それは10代イコールドキュンということか。あなた方は卑怯者であり勇気のない人たちです。内心きっと悲しい心を抱えていることと思います。あなたのこの捨て台詞も卑怯だね。長い長い、なんでみんなこんなにマジレスしてんですか。六本像の呪いでしょうか。寝ている間にこんなことに、クリちゃん本気で辛いのかな。六本像を使えないのは痛い。クーリちゃん、遊んであげるから出ておいで。ずいぶん生やし立てられて難渋しているようですね。君は真面目な性格の。何この長文でマジレスとも思えない書き込みをする人たちは、当時は流行っていたのでしょうか。真面目に討論したい人が本当にいるでしょうか。一週間後くらいにまたやってきました。てか討論って何のことでしょう。あ、この人もクソ長文で書き込みました。内容は、どうやら今までの主張と変わらないようです。精神病院行けは小学生レベル。他のスレッドに六本像を広めることも望んでいない。多分そんなところです。その後もクリちゃんは、長文でふざけたオカルト住人に対してのれんに腕押しを続けたり、オカルトと科学の話をしたりしていました。その後もいろいろと長文で書き込んでいきましたが、私は読む気が起きなかったのでほとんど読んでいません。オカルトというか電波な世界を垣間見たい方は元スレを覗いてみてください。いかがでしたか？最近は暑いですね。この暑さの中こんな文章を読んでいると本当に頭がどうにかなりそうでした。皆さんも暑さで変な電波を受信しないように気をつけましょう。ぜひ感想をお聞かせください。ご視聴くださりありがとうございました。また見てね。